ランスフォーマーウルトラマグナスの新たなる戦い、ファミコンソフト、コンボイの謎とは何か。このトランスフォーマーコンボイの謎には、現在放映中のテレビアニメトランスフォーマーパート1からトランスフォーマーパート3へ移り変わる空白のパート2に隠されている謎を解き明かす鍵が盛り込まれているのである。トランスフォーマーズ The Movie。 この謎は来年夏に公開が予定されている劇場用アニメ映画トランスフォーマーパート2の中で解き明かされることになるのである。このソフトを体験することによっていち早くその謎に迫ることができるのである。さて、その謎を解き明かす鍵とは何か。現在放映中のテレビアニメトランスフォーマーパート1の終了に先駆けて、コンボイが死んだキャンペーンが開始されるのである。このゲームを展開していく中で、コンボイは誰に殺されたのか、そしてコンボイに代わる次のニューヒーローは一体誰なのかが全て解明されるのである。それではこれらの謎を秘めて登場したファミコンソフト「トランスフォーマーコンボイの謎」の解説に移ろう。最初のステージ荒野地帯へ、コンボイからデストロン軍団壊滅とエネルゴンキューブの謎を解き明かす指令を受けて戦いを挑むウルトラマグナスに、ジェットロンラムジェット、ブリッツウィング戦車が上空と地上の両方から攻撃を仕掛ける。特にジェットロンは一度破壊された後ロボットに変身して再度の攻撃を仕掛けてくる強敵でもある。しかしウルトラマグナスも時にはロボットに、時にはトレーラーにとトランスフォームしながら必死に攻防する。そのウルトラマグナスにメカ生命体クラック、ゴスプが上空から攻撃を仕掛ける。さらにハンマのレザー光線が宇宙から降り注ぐ。全身は困難を極める。ウルトラマグナスの大切なエネルギーの補給源であるエネルゴンキューブを確保しながら敵を倒し、頭上に浮かぶデビルスターを破壊するとステージ1荒野地帯はクリアとなり、次に待つステージ2遺跡の神殿へと戦いを進めることができるのである。荒野に太古から残る遺跡の神殿を舞台に熱い戦いを繰り広げるウルトラマグナスに、上空からジェットロン編隊が執拗に攻撃を繰り返してくる。地上からはカセットロン兵士フレンジーが襲いかかる。そして同じくカセットロン兵士ジャガーだ。ここでもウルトラマグナスは隠されたエネルゴンキューブを確保しながら、2つに増えて攻撃力が増大したデビルスターを破壊しなければステージクリアとならない。ステージ3は太古から未来への深く長い闇のタイムトンネルの中での戦いが待っている。このステージは画面が今までの横スクロールから縦スクロールへと変化して、さらに複雑な動きが要求される。暗いタイムトンネルを上り進むウルトラマグナスにカセットロン兵士ラットバットが上から下から襲いかかる。そして最後にウルトラマグナスを待ち構えているのはデストロンの紋章デストロンマークだ。再び横スクロール画面に変わったステージ4には、未来の悪空間地帯での戦いがウルトラマグナスを待っている。宇宙空間からの複雑なパターンのレーザー光線をかわしてもジェットロンスラストの攻撃の手は緩まない。そしてカセットロンコンドルも次々と襲ってくる。さらには強敵デストロンボートの攻撃が待ち受けている。これほどの攻撃を果たして
ウルトラマグナスが沈めることができるのか。エネルゴンキューブを確保して無敵パワーを身につけない限り極めて困難なステージクリアとなるであろう。ますます複雑でメカニカルになる未来浮遊都市での攻防がステージ5での戦いとなるのである。ウルトラマグナスをめがけて降りかかる死の炎はフライングボルケーノの火山弾なのだ。エネルゴンキューブでパワーアップしなければウルトラマグナスの前進は難しい。必死に探すエネルゴンキューブの中に D の文字が浮かんでいる。これは一体何を意味するものなのか。これがコンボイの謎を解き明かす鍵となるのか。初めて登場する機械な敵タバラ、そしてプレシャー、いずれも強力である。ステージの最後には強敵メナゾールが待っている。考えろウルトラマグナス、攻撃の手を休めずに頭脳も使わないとステージクリアは難しい。画面は再び縦スクロールに変わり、未来都市から太古の氷河時代へとタイムスリップする。深い深い闇のトンネルがステージ6である。ここでも全てのエネルゴンキューブの確保がステージクリアの鍵となるのだ。そして暗く深いタイムトンネルの最後に待ち受けるのは悪の紋章デストロンマークである。この悪の紋章を破壊しない限りタイムトンネルを抜けることはできないのだ。タイムトンネルを抜け出たウルトラマグナスにはステージ7の氷河地帯での過酷な戦いが待っている。摩擦係数の小さい氷河地帯での戦闘は滑りやすく非常に危険だ。氷上を自由に動き回るスノーコマンダーは強敵である。はっ、上空にコンボイの顔が見える。忽然と上空に現れた死んだはずのコンボイの顔は一体何を意味するのか。ウルトラマグナスは確保したエネルゴンキューブのパワーによりこのステージ7からは空中での戦闘が可能になるのだ。ステージの最後には強敵ブルーティカスがウルトラマグナスの行く手を阻んでいる。負けるなウルトラマグナス。ステージ8は再び縦スクロール画面の氷河の地下に眠る地下都市へのタイムトンネルである。深い縦穴はウルトラマグナスの地獄へ落ちる入り口になるのか。深い闇の底で待ち構える悪の紋章デストロンマークも今までにない複雑な攻撃を仕掛けてくる。進めウルトラマグナス。ステージ9は生物が死滅した後今なお不気味に機械だけが活動する地下機械都市での戦いだ。ウルトラマグナスの行く手を阻む者は複雑な機械の動きと巨大な迷路のような機械室である。進む道を誤るとメビウスの輪のようになっている無限ループに迷い込み、ウルトラマグナスでも永遠に抜け出すことはできない。そしてステージの終わりには強敵メガトロンがウルトラマグナスを待ち受けている。最終ステージは地下機械都市から地上へ戻るタイムトンネルである。このタイムトンネルの終わりにはこの宇宙に無敵と言われデストロン軍団最大で最強の敵ダイナザウラーが待ち受けている。ウルトラマグナスはダイナザウラーとの一騎打ちに備えてエネルギーを貯めるため全てのエネルゴンキューブを確保しなくてはならない。果たして
無敵のダイナザウラーに立ち向かう手はあるのか。このダイナザウラーを倒さない限り、コンボイの謎は永久に解き明かすことはできないのだ。それではここでもう一度実際にゲームの謎のいくつかに触れるとしよう。まずは縦スクロール画面のどこかに密かに埋め込まれ、ウルトラマグナスの行く手を待つサイバトロンゾーンとデストロンゾーンからなる隠れゾーンである。サイバトロンゾーンを見つけ出したウルトラマグナスにとってはエネルゴンキューブを楽に手に入れることのできるボーナスゾーンとなるが、逆にデストロンゾーンに足を踏み入れると確保したエネルゴンキューブが全て無駄になるという恐ろしい謎の隠れゾーンなのである。次の謎はステージとステージの間を浮遊して時間の流れをねじ曲げてしまうワープゾーンの存在である。これはウルトラマグナスがある画面を通過する際、ワーゲンの形をしたバンブルが突然フラッシングしながら現れる。これをタイミングよく取ると、そのバンブルがウルトラマグナスをワープゾーンへと導いてくれるのである。さらに次の謎はウルトラマグナスの行く手を遮るメナゾール、ブルーティカス、メガトロン、そして最大の強敵ダイナザウラー。この四大強敵パワーの秘密である。ここにお集まりの諸君にだけは特別にこのトランスフォーマーコンボイの謎の一部を解き明かそう。このコンボイの謎のどこかのステージの1画面にコンボイが誰によって殺されたかを示す秘密の画面が埋め込まれている。これはゲームコントローラーによってある操作をすることにより隠された画面が浮き上がってくるのである。それによりいち早くコンボイは誰によって殺されたかを知ることができるのだ。そしてもう一つはゲームの中でウルトラマグナスが確保したエネルゴンキューブの中に隠されている何文字かのアルファベットを揃えることによって次のニューヒーローの名前を知る手がかりとなるのである。果たしてそのニューヒーローは誰か。そしてそのニューヒーローの存在が明らかになった時、ニューヒーローのための新たなるステージとして裏ステージ1から裏ステージ10までの裏の10ステージが出現するのだ。全ての謎は裏ステージの最終面において解き明かされるのである。戦え、ウルトラマグナス。これはトランスフォーマーファンばかりでなく全てのファミコンファンへの最大の挑戦である。君はこの謎が解けるか。そして宣伝計画は11月中旬よりテレビ番組トランスフォーマーを中心にテレビスポットを全国18地区に大量投下。雑誌編集タイアップは講談社コミックボンボン、テレビマガジンを中心に裏技隠れキャラを紹介。雑誌パブリシティはファミコン誌を中心に10月より情報を紹介。
そして攻略本コンボイの謎を12月講談社より発売。